どうも、メイです。どうも、アンソニーです。あちゃん、ついに来ましたね。来たよ。来たよ。待ってたよ。待ってたよ。新カード情報が、はい、まあまあ3枚ですけど、はい、ワクワクが止まりませんよ。ワクワク止まんないね。はい、冒険者カードが3枚公開されて、ね、ドラクエ5から。はい。あの可愛い3人が。3人組ね、5からね。はい、それをね、ちょっと見ながら、はい、まあ、元オーシュジプロのアンちゃんにね、はい、いろいろ考察いただきましょう。はい、頑張ります。まず1枚目、じゃあこちらです。ドーン、ビアンカ。これどうですか、スキルリンク、敵リーダーに3ダメージ。新能力ですね。そうですね、スキルリンクテンションリンクは今までありましたけど、うん、スキルリンクってことで、多分この3枚以外にも出ると思うんですよ、スキルリンク要素が。そうですね、はい、で、とりあえず僕が最初に見た感想は、うん、完全にもうアグロ強化だと。あー、ビアンカは、はい、なるほどね。これスキルリンクっていうのは、はい、テンションスキルを使った時に発動する効果ってことですよね、はい、だから例を挙げればビアンカ出して、はい、アグロゼシカが火球を顔面に飛ばせばなんと6点っす。6点入ると5マナ556点っす。なるほど。メラゾーマ何でしたっけ、4マナ5点っすよね。うん、5マナ556点っす。まあ、でもまあまあテンション絡めますよね。まあそうですね、テンション絡むから、はい、まあでもね、はい、効果でどうすかね。でもバールゼブブと変わんなくないですか。バールゼブブって何でしたっけ。登場時、まあ、5マナ53の3点。いやいやいや、スタッツが影の騎士嫌じゃないですか。あ、やっぱ影の騎士ってなるほど、ね、ステルス関係なく、うん、5マナ55って普通に嫌じゃないですか。後ろが嫌だと、はい、HP が5ってこのゲームやっぱ強いんですよ。なるほどね、はい、でスタッツがもう普通に優秀、はいはいはい、5マナ55、まあ、そうですよね、優秀ですよ、これ優秀です。確かに。でさらに相手のリーダーにダメージ、はい、与える効果もついてくると。だから僕キスミネアに相性いいかなと思って。あー、今顔から、あ、手から、手札から顔面に直接ダメージ飛ばせないじゃないですか。うん、バンダメージはないですね、はい、だからデッキサーチしつつ3点与えれて、うん、55っていう、まあ、別にスタッツも優秀だと。うん、だからまあ、うん、はい、ユニットとして使えてる、ね、そういう、まあ、アグロデッキには基本的に入ってくるかなって思ってると思ってます。なるほど、はい、まあ、確かにあれですよね、テリーが出てきても癒すもんですね。あのテンションスキルで盤面しょられてついでに3ダメージ、ついでに3ダメージリーダーに入る超貫通。そう言うのであれば超貫通ですよ、ね、はい、超貫通付与ですから。なるほど、はい、いや確かに強いですね、強いステータスが。とりあえずもうアグロ特化かなっていうイメージです。アグロ特化のビアンカ、はい、なるほど。では次行きましょう、次行きましょう。2枚目、フローラ。フローラ僕大好き。ミネアより好きかもしれないですわ。あんだけミネア好き好きって言ったけど、僕タイプっす。あ、そう。はい。僕フローラあんまり。マジっすか。はい。いや俺めちゃくちゃタイプっす。僕から次に出てくるカードの方がタイプっす。あ、マジで。はい。いや結構好きっす、ああいう方が。はい。まあまあまあ、これフローラ行きましょうか、はい。これもスキルリンク。こいつもスキルリンクで5マナ55。うん。とりあえずもうこの3枚のスタッツは申し分ないんで。なるほど、ね。ここについてはもう触れないから、触れないでいきます。オッケー。もう優秀です。とりあえず、はい、効果持ちで55は強いです。とりあえず。そうですね。はい。まあ結局バニラがね。5個数だと55がバニラなのかな。影の騎士が5マナ55でステルスなんで、もう1個65か56かな、56ぐらい、56か65です、ね、まあまあでもとりあえず強いですよね。強いです、ね、まあ、レジェンドにふさわしいスタッツです。はい。で、まあルドマンからの贈り物を自分ということに、これっすよ、こいつっすよ。なるほど、ね、ルドマンからの贈り物、これこの1コスのこれがもうぶっ壊れ。そうですね、1コス1コスっすよ、1コストで体力プラス2しつつ特技ダメージを無効にしつつワンドローって。おお、強いっすね。なんかもう優秀効果のバーゲンセールみたいになってますけど、確かに強すぎ。強いっすねこれ。だからもう単純にこれこのままフローラにつけちゃったら、はい、6マナ57の特技ダメージを受けずにワンドローしますとか入れるでしょ、うん、そんなのデッキ入れるでしょ。入れる確かに入れるでしょ、こんな強いカード。これあれですね、例えば、はい、あ、でもそっかそっか、 HP プラス2なのか。スカラが HP プラス3で3ですね、1コス でさらに特技ダメージ受けずにカード1枚こっち入れるでしょ、だって、まあ、まあまあまあ、もちろんスキルはテンションスキルは使わないといけないですけどちょっと別物だと考えますけど、まあ、全て結局テンションスキルを一緒に絡めるっていう前提なんで、出すタイミングが限定されてきますよね。そうですね、裸出しはあんましたくないカード、もったいない。そうですね、どうせならテンションスキルを、うん、そうね、使える時にしか出せないから、結構もしかしたら相手がアグロとかだと手札で腐っちゃう時もあるかもしれない。そうだよね、僕もなんかそのテンションスキルを使わなきゃいけないっていうのを考えると、はい、ちょっと難しいなっていうのもあるんですよ、うん、だから好きにテンションスキル使えないみたいな、うん、これはあれかなと思って、逆にそのクールとかみたいに、はい、
テンションスキルを結構貯めておけるじゃないですか。はいはいはい、ああいうデッキと合うのかなと思いました。これはもうコントロール強化かなってことです。うん、そうですよね。コントロールデッキには絶対入る1枚。そうですよね。マククールだとさっきみたいに体力上げればほらトレントデッキが強くなったり、うん、そうそうそうプラス特技ダメージを受けないも付与できるんで、うん。強いですよね。フローラに使うのも全然ありだと思うんですよ僕。まあロコスで一緒に使うっていうのはありですね。はい、だってそしたらもう1枚。ルドマンのからの贈り物がゲットできるチャンスがあるかもしれないから、まあ、そう3ターン耐えれば確かにね。しかもフローラにザキとか打ちたくないでしょ。特技ダメージ受けないからもう戦闘でしか勝たなきゃいけないじゃないですか、うん、戦闘でしか倒せないんで、うん、5、7を削り切るのは結構まあ至難の技じゃないですか。確かにそうですね。天使の守りとかつけても面白いかもしれないですね、はい、しかも、はい、なんとククールはほら回復もあるんで。そうなんですよ、はい、回復があるからだからこれ、ククールデッキと相性がいいなと思ってて、ね、はい、なんだろう、例えばアンルシアとかに、はい、なんか出て出してつけても結構強くないですか。そうですね、はい、なんか5マナ5、6ね。そう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 、あの 4をね6にするだけでも強いかなと思う、はい、そうですよ。だから結局アンルシアみんな使ってるけどあいつ5、4なんですよ。そう、こいつら全員5、5っすからね。そう、それが強いんですよ、まず。そう、ステータス結構強いですよね、はい、で、まあ、おすすめとしてはやっぱゾーマとかああいう超大型につけるよりは、うん、もともとほらあれは特技ダメージで削るユニットじゃないじゃないですか、うん、みんなザキだったりアンルシアを使う対象なんで、うんうん、まあちょっと中盤ぐらいのバルザックだったりバロンジャッカルとか竜王とかなんかアンルシアもザキも使いたくねえけどみたいなユニットにルドマンからの贈り物をつけるとかなり強くなるのかなと。でバルザックにつけたら強いですよ、ね、ただバルザックにザキもアンルシアも打ちたいですよ、まあ、打ちたいですよ。バルザックは打ちたい打ちたいね。ただでもその代わり使った瞬間次ゾーマだそう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 、こいつザキ使ったなとアンルシア使ったなという流れができるんでコントロールがなるほどフローラーかなり強くなる。コントロールよりのカードと、はい、はい、そう思います。なるほど。では最後の1枚いきましょう。僕おすすめというか僕大好きなデボラちゃん。いやめっちゃ可愛いじゃないですか。チャラいっしょ。いやいや可愛い髪の毛もめっちゃ可愛いじゃないですか。スーパーサイヤ人みたいになってます。めっちゃ可愛いじゃないですかデボラちゃん。デボラちゃんはね見た目と同じ感じでなんかちょっとギャンブラー要素、まあ、僕も結構ギャンブラーみたいなとこあるんでね、はい、でもこれどうですかね、まあ、自分の手札すべて、はい、レアリティが一つ上の別のカードに変わると、はい、まあ、これはでも本当にランダム性が高いんで、はい、例えばあの僕 あのレジェンドを詰め込んだ、ねはい、ピサロあるじゃないですか、はい、ドラゴンピサロ、はい、あれがレジェンドが一つ上のランクになるときは星4のカードが隠され隠しカードが隠された超レジェンドカードに全部変わるってことですかね。ロトとかなるんじゃないですか。ロトの剣とかね出てくるかもしれないですよね、はい、それこそねデスタムーア最終とかさまだ、まあ、冗談は置いておいて、ね、レジェンドはもう変わんないのかそれとも別のレジェンドに変わるのかっていうそこもちょっとあれですけどね。どうなんそこはでもちょっと変わんないですかね。ねそこ気になりますね。ここ書いてないよね公式にね。書いてないです、ね、でも全く違う職業のカードが手に入ることってもあるんで、まあ、だから楽しみですよね。だって怖いですよ。だってピサロがククールが雷鳴の剣を振り回してたら怖くないですか。確かに雷鳴の剣狙いで星1のカード詰め込んでデボラ出して雷鳴の剣1枚でも手に入ればいいみたいな、はい、で俺が唯一、まあ、ネタデッキとしてはもう最高のカードですよ。そう僕が唯一使用なんていうかガチデッキに入るあれとして考えたのが、うん、コントロールデッキをめちゃくちゃアグロ寄りにしてもうアグロには絶対負けないコントロールデッキにしといて、あなるアグロに寄せて前半に寄せといて、はい、でミッドレンジとコントロールに当たった時にデボラを出してデボラ出して全部変えてゾーマ3枚ぐらい引けたらラッキーみたいな。あなるほどねレジェンド3枚を手札レジェンド全部レジェンドにするみたいな、ね、手札を、はい、まあ新カードが結構優秀なカードが来れば、うん、デッキをほとんどスーパーレアに寄せるとかできると思うんですよ。確かにアグロに寄せつつスーパーレアに寄せたりとか、そして全部レジェンドに変われば別にコントロール相手も怖くないです。確かにそういう使い方もできるんですね、はい、じゃあかなり幅が広がります。まあそうです考える、まあ、でも結局ギャンブルですけどね。で結局なんかそのレジェンドも変えたカードも増えるわけじゃないですか、まあ、そうそうだからあのゾーマとかじゃなくてまあまあ全然違うのも来るわけでしょ。別にドラゴンとか引く可能性もあるわけで、クリフトも来る可能性もあるし、はい、クリフトはまだいいっしょ。まだいいでしょ。いやクリフト来てもなまあでもゾロキでうん、ミスってなるからね、はい、後半にクリフトとかねドラゴン引いてもしょうもないですからね。まあそうですね、それはそうですけど、はい、まあだからそういう使い方も、はい、ワンチャンス。なるほどね、はい、一応ギャンブルですとりあえず。で僕がこの3枚を見て思ったのがハーゴンが復
活するかもしれない。そうですね、復活もないよ、復活しないですよ、別に死んでないんで、うん、使われてないんで、元から死んでるようなもんでしょ。復活し始めるのかなと思ったんで、はい、いやこれだからハーゴンが全然、だからもう多分この3、あ、2枚ですね、とりあえず、うん、あいつ名前何でしたっけ、何でしたっけ、あのギャンブルの女、あデボラちゃんですか、あデボラちゃんはまあ確定じゃないですけど、うん、フローラとゼシカに、あフローラとビアンカに関しては、うん、もうほぼ入ってくるじゃないですか。そうですね、まあでも、はい、出したターンに転職するのもそうだよね、欲しいからね、はい、だからまあだからハーゴンは、ハーゴンがだから全然採用される可能性もなきにしもって感じですね。そうですね、まあだから運営さんのなんかハーゴンを復活させたい気持ちが伝わってきたなって僕はちょっと思いました今回の、はい、発表に対してはね。まあまあそんな感じで、はい、いいですか今回3枚は。とりあえずこれからまたねどんどん出てくるんで、どんどん僕たち、はい、ちょっと考察して新カード考察して、はい、デッキレシピもね皆さんとコメント欄でね、そうですね、やり合っていきたいと思います。やり合っていきたいですね。はい、まあ、今日はね新しく出た、はい、冒険者カード3枚の、解説というか評価ですね、させていただきました。はい、よかったらまたぜひぜひ見てください。はい、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい、またねー、バイバイ。